事件の始まりは一つの悲しい出来事だった。僕はたどり着きたい。事件の裏側に隠された全ての真実に。決まったわけじゃ、ご確認お願いします。いや、死ねるはずない。きっと間違いだよ。お願いします。管内で発生した小学生男児誘拐殺害事件の捜査一課及び高番署合わせて双子玉川署による合同捜査会議を始める。まずはこれまでの捜査状況を報告。被害者は富澤茂君7歳、目黒区立平第三小学校2年、精密機器メーカーパシフィックテック勤務の会社員富澤浩一氏38歳とその妻美智子さん33歳の長男。遺体発見現場は世田谷区玉川5丁目の二子大橋下河川敷。発見時は黒のポリ袋1枚に包まれていました。しかしこれは近くに住む不動産会社役員山倉志郎氏と妻和美さんの長男で、被害者と同じ小学校に通う山倉隆史君7歳を狙ったもので、富澤茂君と隆史君を誤認して誘拐し殺害に至った事件だと考えられます。昨日13時8分犯人より山倉家に身代金5000万円を要求する電話がありました。22時過ぎ、被害者の父親である富澤氏に代わり山倉氏が犯人指示による湾岸方面へ金の受け渡しに向かいましたが、犯人と接触できず、翌午前2時30分犯人より茂君の遺体を遺棄したとの電話があり、パトロール中の署員が急行したところ発見に至りました。犯人からの電話の発信源に関してまだ特定に至っておりません。携帯電話は海外製プリペイド式携帯電話を使用した模様。被害者の死亡推定時刻は、間もなく司法解剖の結果が出るはずです。なお現場からも犯人の手がかりになる物証は見つかっていません。鑑識によると遺体を包んでいたポリ袋は国内全域に量産流通されているもので、購入場所の特定は困難です。本件が誤認による誘拐殺人だとするなら、犯人は再び山倉隆史君に接触する危険性がある。山倉家付近での不審人物及び不審車両の警戒に当たってもらうと同時に、怨恨の線で山倉氏の関係者を中心に捜査をする。第一波
山倉夫妻及び富澤夫妻から再度事情を聴取。第2班、山倉家付近での聞き込み及び防犯カメラ等の確認。第3班、犯人と接触予定だった身代金受け渡し現場での不審車両等の聞き込み。誘拐殺害というこの世の残虐卑劣な行為を決して許すことはできない。被害者のため、ご遺族のためにも、諸君の一致団結による早急なる犯人逮捕を望む。以上。解散。竹内警部補、捜査一課の久能です。よろしく。あ、こちらこそ。じゃあ山倉家へご案内します。警視庁捜査一課の久能です。たびたびで恐縮ですが、昨日の話をお聞かせください。どうぞ。ご主人は？あの、仕事へ。おお、こんな時に仕事ですか。昨日貴司君は学校を休まれたそうですね。はい、熱があったのでお休みさせることに。それで貴司君を迎えに来た茂君は一人で学校へ。不審な人物は見ませんでしたか？私、家から出なかったので。通学路は？そこの公園を抜けていったと思います。犯人からの最初の電話は11時過ぎでしたね。ええ、お子さんを誘拐したって全然知らない男の人でした。でも高志は部屋で寝ていたんです。ひたすらでも気味が悪くて、夫に帰ってきてもらえないかって頼みました。その後すぐ美智子さんから電話があって、茂君が学校に行ってないって。それで警察に連絡してこられた。ママ、たかし、ちょっとお部屋行ってて。しげるくん、最近逆上がりできるようになったって。たかしより先にできたって自慢してたんです。うちに遊びに来た時も、私の作ったパンケーキ、おいしい、おいしいって食べてくれて。本当に犯人に心当たりはありませんか？まったく。あの、美智子さんどうしてますか？どうして茂がこんな目に。本当に貴司君と間違われたんでしょうか？まだ分かりませんが、我々はその可能性も視野に入れてます。誰かに恨まれる心当たりは？ありません。犯人なら分かってる。え？山倉さんよ。それは、あの人、お金が惜しくなって茂を連れて帰ってこなかったの。全部あの人が悪いのよ。それで茂は、そのせいで茂が。事故。いつも男の子二人で公園通り抜けて学校行ってましたよ。昨日は男の子一人で向かったはずなんですが。昨日8時10分頃です。8時10分、どうだったかしら。昨日の夜中？ええ。不審な人物や車を見かけませんでしたか？そういえば変な車止まってたじゃん。え？この子がいつもおしっこするよね、電柱のところ。それは何時頃？11時半から40分くらい。ほら、青っぽい車。あ、いたわ。いたよね。運転手がこっち見てましたよ。いた、いた、いた、いた。そうだった。もう少し詳しく。なんかね、なんかこっち見てる。そう、山倉志郎はここの常務取締役です。ここは社長の門脇良一氏が1代で大きくした会社ですが、山倉氏の妻和美はその門脇氏の長女です。娘婿か。出世するはずだ。それも次期社長候補ですから。
もしもし、久野。何？目撃情報。うん。門脇でございます。お忙しいところお邪魔して申し訳ございません。いやいや、ご苦労様です。さあ、どうぞ。早速ですが、昨日の事件を招くような何かこう心当たりありませんか？例えば仕事中のトラブルとか。警察はうちの隆が狙われたと思ってるんですか？まだ分かりません。以前から恨みを買ったり脅迫されたりといった事実はありません。山倉さん、もう一度昨日のことについてお聞かせ願えますか？はい。東京オリンピックが開催される2020年までの間、政府による景気対策、各種規制緩和によって我が国における不動産市場についてはまだまだ回復上昇基調が続くと見られている。特に湾岸地域の市場は大きく伸びる可能性がある。リゾートマンションの開発だけではなく、オリンピックに向けた門脇アネックスホテルの完成を。ゆうべ和美がうちへ来たんだが、どうも様子が変だった。和美が、うん、最近また君の帰りが遅いと嘆きまくりだ。喧嘩でもしたのかね？いえ。女か？いえ、そのようなこと。まあいい。君は知っての通りナイーブな娘だ。また以前のような状態になりゃしないかと私も気がかりでね。和美です。失礼します。もしもし。あなた、お願い、ちょっとだけ家に帰ってこられない？今か。変な電話があったの。お宅のお子さんを誘拐させてもらったって。たかしが誘拐された？いたずら電話なの。たかしは今ここにいるから。でもなんだか気味が悪くて。何だったんだ、さっきの電話。一子さん。しげる君かもしれないの、誘拐されたのは。しげる君。11時ちょっと過ぎに知らない男の人からお宅のお子さんを誘拐させてもらった、警察に知らせたら子供は殺すって。それに男の子のママ助けてって呼ぶ声も聞こえたの。それで子供を返してほしければ金を用意しろ、身代金の額はまた連絡するって。でもね、たかしは部屋で寝かせてたの。ちょうどその時美智子さんから電話もらってね、しげる君今日学校行ってなかったそうなの。しげる君はいつもみたいにたかしのことを迎えに来てくれたんだけど、今日は一人で行ってもらったから。あの男の子の声、しげる君の声に似てた。どうしてしげる君。電話の件はいたずらかもしれないとは思いましたが、富澤さんと相談して念のため警察に知らせることにしたんです。それで我々がお互い伺ったってわけですね。はい。失礼いたします。マックス海上火災の竹内でございます。今日はお電話いただきまして誠にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。長井、ご苦労さん。山倉さんですね。高番所の竹内です。
わかりました。もしもし。山倉か。そうです。子供を返してほしければ5000万用意しろ。5000万そんな大金急には無理です。警察には知らせていないだろうな。はい。知らせたら子供は殺す。身代金の受け渡し方法は後で連絡する。逆探知間に合いませんでした。5000万なんて。すみません。いただきます。の竹内氏、海外にご出張だったとか。北京のうちの工場に視察に。それで茂は無事なんですか。あの子返してほしかったら5000万用意しろって。お金は全額山倉さん。うちの高志が狙われたんです。お金のことは。それで茂はどこに。5000万準備しました。金はボストンバッグに入れて、あんたが湾岸マリーナの駐車場まで持ってこい。車も必ずあんたの車でだ。ボストンバッグは助手席に置け。リミットは今夜10時半。駐車あと30分で無理です。急がないと子供の命はないし。待ってくれ。身代金の受け渡しはうちの者に行かせます。アキ。はい。僕が行きます。僕はシールの父親ですから。いや、ここは警察に任せてください。いや、私が行きます。いや、枕さん、危険です。あなたの身の安全が保証できません。じゃあ、シゲル君の安全は。受け渡しに来たのが私でないと分かったら、シゲル君はどうなるか。山倉さん、枕さん、犯人はなぜあなたの携帯番号を知ってたんです。わかりません。いや、それは名刺に知ってあるからじゃないのかね。10時半まで時間がない。急ぎます。シエルを助けて。富澤さん、シエル君は必ず連れ戻します。どうかどうかお願いします。あなた気をつけて。犯人の指示通り湾岸マリーナに向かいました。着いたのは10時半ギリギリでした。犯人はゲーム感覚で山倉さんを振り回したんです。ゲーム？もしもし。間に合ったようだな。第1ポイント到着。どういう意味ですか。11時10分までに赤坂の迎賓館前に行け。もしもし、もしもし。
もしもし。ご苦労さん。もういいだろう、金はある、すぐに子供返してくれ。約束を破っただろう。警察が尾行している。あんたを走らせて確かめた。最後のチャンスだ、尾行をやめさせろ。上着と携帯、それからバッグに仕込んだ発信機も捨てろ。あんたの家の電話も盗聴している。今度こそ裏切ったら子供の命はないぞ。犯人全部バレてる。もう尾行はやめてくれ。犯人は私の家も盗聴してた。山田さん落ち着いて。盗聴は犯人のハッタリです。あんた一人になったらそれこそ犯人の思うつぼだ。ハッタリじゃなかったらどうするんだ。殺されたら全部警察の責任だぞ。
ここからの放送は花王、積水ハウスと、お前やつに計画的に、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。一の悲劇、気を失ってた。嘘よ、嘘つき。やめなさい。必ずしげるを連れ戻すって約束したじゃない。あの子がどうなっても構わないでしょ。やめなさい。しげる、やめなさい。もしもし、どうして来なかった？違うんだ。もう取引はしない。待ってくれ。子供は返してやる。二子大橋の河川敷に捨てた。山倉、全部あんたのせいだ。待ってくれ。行動しなければ、しげる君は、富澤さんのお子さんが亡くなられたことは残念だが、我々も被害者なんですよ。富澤さんとはどのようなお付き合いで？高志としげる君が同級生で、奥さんの美智子さんと和美も昔からの友人なんです。そろそろよろしいですか。我々もまだ仕事がありますんで。はい、わかりました。今日のところはこれで。また伺います。あ、最後に一つだけ、青い車に乗ってる方に心当たりありませんか？青い車？ええ、青い車。山倉さんが最終地点に指示された神社の公衆電話ボックスにいた同時刻、近辺で不審な青い車が目撃されていました。誘拐事件というのは被害者家族の周辺に犯人がいることが多いんですよ。いえ、知り合いなら高橋と茂君を間違えるはずありません。あ、そうですね。それじゃ失礼いたします。お邪魔しました。心当たりあるな。本田たぬき親父ですな。これ見てくれ。調査報告書。三浦、いつの間に何に。やつなら高志の誘拐もやりかねない。追跡中、何からか。はい、了解。駐車場、車両の所有者お願いします。ナンバーは。はい。くそー！一体なんだよ。どうして殺したんだよ。え？お前は高志を連れ去るつもりだった。間違えて茂君を連れ去ってしまった。だから殺した。そうだろう。なんだよ、知らねえよ。ふざけるな。やめろ。なんだ言ってんだ。
したんです。え、何言ってんの。三浦康36歳職業フリーのテレビディレクター。山倉氏との関係は。高志君の実の父親だそうです。実の父親。高志君は和美さんの妹の門脇つぐみさんと三浦との間に生まれた子供だったんです。養子か。はい。10年前三浦はつぐみさんをヒロインした映画を撮り、それが縁で結婚。つぐみさんは高志君を身ごもったそうです。ところが出産の際出血性ショックでつぐみさんは突然死してしまい、高志君は1年後子供のいない姉の和美さん夫妻の養子として山倉家に引き取られたということです。つぐみさんは亡くなってから三浦はかなり荒れた生活を送ってたようですね。高志君は3歳の頃には子供を返せと山倉夫妻をたびたび脅し、それを見かねた父親の門脇氏が金を渡しアメリカに飛ばしました。しかしいつの間にか日本に戻っていたんです。で門脇氏は。門脇氏は興信所を使って三浦の動向を絶えず調べさせていたんです。奴の車は青だと知り犯人だとピンときたんでしょう。三浦は山倉家から出てきた茂君を高志君と思い込み連れ去った。だが後で人違いと分かって殺した。子供の顔は変わりますからね。うちの娘も昔は母親にでしたが今は私にそっくりです。奴が犯人で間違いないでしょう。管理官、鑑識から司法解剖の結果が入りました。富澤茂君の死因は首を圧迫されての絞殺でした。しかし死亡推定時刻が昨日の19時から20時の間、つまり殺害は身代金受け渡しの連絡が入る前ということになります。ということは山倉氏が5000万円を持って出かけた頃すでに殺されていた。卑劣だ。やつの20時までのアリバイをつつけば必ず落とせますよ。なあ三浦、お前昨日渋谷神社行ったろ。行ってませんよそんなとこ。じゃどこ行ったんだ昨日。どこで何してた。昨日一日中アリバイがあったら俺が犯人じゃないって納得してもらいますよね。証言してくれる人間がいればな。いるのか。誰だ言ってみろ。推理作家の則月凛太郎さんです。凛太郎。ただいま。はーい。お帰りなさいませ旦那様。夜分にお邪魔します。捜査一課の久野君です。家政婦の花屋さん。いや、うちのことは僕より詳しいんだ。則月刑事には大変お世話になっております。小笠原と申します。遅くまでお勤めご苦労様でございます。あ、どうぞ。凛太郎呼んでいただけませんか。かしこまりました。坊ちゃん、坊ちゃん、坊ちゃん。もう花屋さん、声ぐらいかけてくださいよ。何度も凛太郎坊ちゃまっておかけしました。またこんな気味の悪いものをご覧になって。そういうおどろおどろしい映画ばかりご覧になるのが、小説が書けない言い訳に聞こえるのは私の気のせいでしょうか。一つ間違ってます。僕は書けないんじゃなくて書かないんです。で、何か。旦那様がお呼びでございます。え、凛太郎坊ちゃん、すぐにいらっしゃいます。ありがとう。久能様、コーヒー、紅茶、日本茶、何なさいます？
どうぞお構いなく。お父さん、お帰りなさい。ただいま。はじめまして、捜査一課の久能です。こちらのかの有名な推理作家のご子息でいらっしゃいますか？まだ5冊しか出版に至っておりません。しかも最後に書いたのは3年7ヶ月前でございます。何でしょう話。うん、事件の重要参考人のことで聞きたいことがあってな。目黒の誘拐殺害事件は知ってるな？今朝ニュースを拝見しました。さようでございますか、旦那様がお調べに。重要参考人として調べている人物が、自分には事件とは無関係なことを証明してくれる人間がいるとアリバイを固く主張しましてね。則月凛太郎さん、あなたが証人だそうです。この三浦という男の。あ、僕らの12時間。何ですかそれ。しばらくお待ちください。このドキュメンタリー番組でございます。ご存知ないんですか？いろんな職業の方を朝から晩まで密着取材する番組です。ミステリー作家を取り上げることになりまして、昨日三浦様が凛太郎坊ちゃまに取材をなさったんです。おはようございます。はい、三浦です。本日は則月凛太郎さんの僕らの12時間一日密着よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ち申し上げておりました。どうぞお上がりください。はい、朝のちょうど8時に三浦様はお見えになられました。私も坊ちゃんが恥をかいたりなさいませんように、たとえ画面に映らなくても見綺麗にし、久しぶりに口紅も引かさせていただいてお待ちいたしておりました。それから坊ちゃんの部屋で撮影が始められましたが、一向に小説を書く気配がなく、お困りの様子でした。お昼になりまして、私が作りましたサンドイッチ、コーンスープ、サラダを召し上がりました。その時サラダに入れたドレッシングの隠し味が柚子胡椒だということをピタリと当てられました。皆様もご存知だと思いますが、坊ちゃんは部屋からめったに出かけられません。近くを散歩したり喫茶店でくつろがれる姿を期待していた三浦様は拍子抜けしたご様子でございました。それから午後の3時にコーヒーとカステラをお出ししましたら、砂糖とミルクを一つずつお入れになり、カステラはペロリと召し上がられました。坊ちゃまと同じ甘いものの大好きなスイーツ男子でございました。それから坊ちゃまについて、大学時代に暇つぶしで書いた小説にたまたま出来が良くて有名な大賞をお取りになり、幸運なデビューを果たされたことや、お筆が遅くてお仲間たちには悩めるミステリー作家と呼ばれていたことなど、話に盛り上がり、危うく夕食の支度を忘れるところでございました。それから午後8時に夕食をお出ししようとしましたら、遠慮されたのでもう帰ってしまわれるのかと寂しく思いました。結局坊ちゃんは一文字も小説をお書きにならなかったので、私心配しましたが、三浦様は一向にお気にされず、満足した顔で帰っていかれました。とっても感じのいいお方でしたわ。というわけで昨日のことは全て花代さんが言った通りです、うん、じゃあ三浦は確かにこちらに来ていたと。午前8時から午後8時までずっとこのうちにおられました。その間どこにも出かけてはおりません。ということは午前8時に目黒で茂君を誘拐して、午後7時から8時台に中野のこちらを抜け出しての殺害は不可能か。ちくしょう、三浦の車と青い車は偶然一致しただけか。三浦とは昔からの知り合いか？いえ、確か半年前出版社のパーティーで編集者の方から紹介してもらって挨拶した程度ですね。坊ちゃまはそこにも渋々お出かけになったんです。そうしましたら先週三浦様からお電話で今回のお話をいただきまして、私が渋る坊ちゃんを説得いたしました。そう大勢ではないかもしれませんが、新作をお待ちのファンの方々のためにもやるべきですと。
それでお受けしたのです。取材が昨日になったのはあちらがご指定されたんですの。青い車、日時、スケジュール偶然の一致とは思えんな。ですが一日中こちらにいたというアリバイなら完璧では。完璧すぎるからこそ作為性を感じる。凛太郎、お前やつに計画的に利用されたんだ。推理小説というのはこの現代社会においてもはや成立しにくくなっているのではないかと思うんです。 GPS 機能を持った携帯電話や防犯カメラなどコンピューターテクノロジーの進歩によって犯罪はすぐに露呈しますから。横溝正史や松本清張などの過去の名作トリックはもはや成り立たない。ノリズキさん、あなたは今後読者が納得するようなトリックを考えられるとお思いですか？三浦さんはトリック本来の意味をご存知ですか？意味？人が人を騙そうとする企み、それがトリックの本来の意味です。たとえ時代がデジタル化しようとも犯罪を企むのは人間、相手を騙そうとする悪意がある限りトリックは尽きることはないんです。それではあなたはどんなトリックでもどんな密室殺人でも暴けるの？いや、実は僕は今ミステリーのシナリオを書いてるんですが、あなたにかかればすぐに犯人がバレてしまいそうですね。面白いシナリオ期待してますよ。どうしてるかな。おはよう、クイーン。はい、はい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 。こちらは茂くんの遺体が発見された双子大橋の河川敷です。警察は必死になって犯人の行方を追っていますが、依然手がかりは少なく捜査は難航している模様です。茂くんの葬儀は本日午前11時より都内の教会でしめやかに執り行われる予定です。お母さんが火事場を見に来るのと同じだ。犯人が葬儀に現れる可能性は高い。青木、みんな揃ってるな。はい。山倉さん、不審者のチェック。まだ上、まだ上。はい。青木は一緒にいろ。はい。凛太郎君。ああ、どうもどうも。めったに出かけない君がわざわざ。まあ僕も重要参考人のアリバイ証人ですからね。なるほど、事件を小説のネタにする気だな。あいにくだが捜査の手。誰ですか、あのでかい若造。ノリズキ刑事のせがれ、例の三浦のアリバイ証人。あ、推理作家だか何だか知らんが気楽なもんだ。
チコ、あなたのせいでシゲル、あなたはシゲルが死んだって構わなかったの、本当にひどいの。ごめんなさい、ミチコさん。あなたがシゲルを殺したの。シゲルの返しを。ミチコ、人殺し、人殺し。ご葬儀で何か終わりでしたか、坊ちゃん。はい、いくつか気になる点が。大したことではないのかもしれない。だけど僕の中では何か気になるんですね。さようでございますか。右京様と同じでございますね。右京様？相棒の杉下右京様でございますよ。細かいことが気になるのが僕の悪い癖と、こうおっしゃっておられました。細かいことが気になる坊ちゃんは正しいのです。なぜアリバイに利用されたのかわからないことには小説なんか手につきませんよ。僕は出かけて行って調べる必要性があるということですね。さようでございます。俊作様も坊ちゃんを応援するような言葉をおっしゃっておりました。俊作様？捜査線で踊っておられた青島俊作様でございます。事件は会議室で起こるんじゃない、現場で起こるんだ、はっきりと教えてくださっています。事件は坊ちゃまのお部屋で起こるんじゃありません、現場で起こるんです。どうぞお出かけになられて、お気の済むまでお調べくださいませ。真実は一つと、あの方もおっしゃっておられます。あの方？名探偵コナン君でございます。いってらっしゃいませ。ああ、行ってまいります。あ、すいません。はい、7丁目ってどっちですか？あ、あっちですね。ありがとう。警視の凛太郎君、なんでここに？どうして彼が僕をアリバイに利用したのか話がしてみたくなったんです。そちらは？三浦の再度聴取。勝手に重要参考人と接触してもらったら困るな。話なら立ち会わせてもらいますよ。あ、まあ僕は構いませんが、それより早くドアを開けた方がいいかもしれませんね。あ、鍵、親に鍵借りてきます。台所にあったもんだろ。被害者は何らかのトラブルに巻き込まれて突発的に襲われた。脇腹を一突き、死後1時間も経ってないな。鍵はかかってたんですか？かかってたんだよ。上に上げて鍵をかけたところを見ると、これ顔見知りの犯行だな。絶命前にはタバコを吸おうとしていた。刺されてからしばらく生きてたか。バットね、金属バットね。
このベランダの鍵が開いてます。犯人はここから逃走したものと思われます。なるほどなるほどなるほど、そういうことか。え、どうかした？奴が僕をアリバイに利用した理由がよく分かりました。これは10年前僕のデビューのきっかけになった日本ミステリー作家賞の大賞を取った時のものです。この真ん中にいるのが僕、そしてこの端に写っているのが佳作だった三浦ですね。確かに三浦だ。一緒に写真撮ったのに覚えてねえのかよ。奴が僕の記憶に残るような人物じゃなかったんです。向こうは違ったようですかね。ああ、僕の本もあるし警察官の父親がいることもリサーチ済みだったはずです。アリバイに選んだ理由が分かってもそれが崩れんことにはね。というか勝手に触らんでください。なんで前手袋持ってんの。ああ、すいません。天使の日だまり主演門脇つぐみで。ああ、三浦の亡くなった妻門脇つぐみか。姉妹だけに山倉和美の面影あるな。あ、山倉和美さんといえば、そういえば。黙っててください、捜査の邪魔。警部、一つだけファイルがロックされています。美人だ、鑑識回して解析してもらえ。はい。やはり三浦ですね、誘拐犯は。はぁ、あ、ここに僕らが受賞した際の選評があります。三浦の作品はキャラクターやシチュエーションなどがエド・マクベインのキングの身代金の盗作ではないかと酷評されています。キングの身代金？黒沢の映画天国と地獄の下敷きになった小説です。三船と山崎がいい芝居してるんですよ。キングの身代金の主人公は成功して金持ちになった人間です。ある日彼の一人息子が誘拐されるんですが、身代金を払おうとするとその息子が帰ってきて、実は誘拐犯が間違えてお抱え運転手の子供を誘拐したことが分かります。三浦の作品もそんな誤認誘拐を書いたものだったようですね。誤認誘拐？いやいや、誤って認めて誘拐するの誤認誘拐です。誤認誘拐。今回三浦はキングの身代金の逆をやってみせた。裕福なうちの高志君を誘拐すると見せかけて、初めから茂君を狙っていたと考えてみる。奴が僕をアリバイに仕立て上げたのは僕への嫉妬だな。茂君を狙ってた？昔書いた小説だけじゃ誘拐の計画性は立証できませんよ。ファイルのパスワード293を試してみてください。 293？ 2と9と3？ 何の数字だ。つぐみ、え、亡くなった妻？え？ビンガー。息子の顔は分かってたのか。おそらく三浦は計画的に高志君ではなく茂君を狙った。だとすると三浦の動機は富沢系の縁故、子供の人違いを装って脅した。いいや、動機は金銭目的だ。そこを共犯者に内輪揉めで殺された。山倉志郎、やつは三浦を殴った。いや、それよりもまず山倉和美さんに話を聞きに行っては。かみさんの方？どうして？ここに来る前近くで見かけました。あ？どうしてそれを早く言わない？だって黙ってろと言ってたものですから。山倉家！ここからの放送は今を生きる楽しさをジャパネットと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。殺害時刻は決められていた。僕の推察は以上です。確かに三浦さんにお会いしていました。どうして？山倉が絶対に三浦さんが何か知っているはずだというので、私にだったら何か話してくれるかと思いまして。それで？三浦さんを誘って喫茶店に行きました。でも4年ぶりにお会いした彼は以前とは全く変わっていて、うまく話せませんでした。あの、それが何か？三浦さんね、殺されたんです。え？ご主人が三浦さんを殺した可能性も考えられます。そんな。
な。あなたも本当は三浦のことを心よく思ってなかったんじゃないですか。私たちが高志を育てることになった時、山倉と揉めたこともありましたけど、もう4年も前のことですし。ああ、可愛らしいストラップですね。高志が幼稚園で作ってくれたんです、母の日に。質問は控えて。こちらは則月凛太郎君、民間人です。気になさらずに。どうも。あの、山倉さんとはどういった経緯で。だから質問は。職場結婚でした。私が父の会社に勤めてた頃、周りから社長の娘だって腫れ物を触るように扱われてたんですけど、彼だけが普通に接してくれて、うん、もう一つ。まだ富澤さんたちとは奥さん同士が友達だったのか。美智子さん、昔私が入院していた病院の看護師さんで、今年偶然ご近所に引っ越してきたんです。私、人と仲良くなるのが苦手なんですけど、美智子さんとはすごく気が合って、何でも話せていいママ友でした、うん、ママ助けて。犯人から1回目の電話であなたは茂くんらしき声を聞かれたそうですね。はい、とっても怯えたような声でした。あなたにママと言った、それがどうしたんです。いや、ちょっと気になったもんですから。あなた、山倉さん、ちょっと署までご同行願えませんか。任意でお話をお伺いできますか。それは三浦が殺害された件でしょうか。三浦の部屋に必ず茂君がいた痕跡があるはずだと思いました。それを見つけて二度と高志にも近づかないように脅すつもりでした。それで妻に三浦を誘い出すように頼んだんです。部屋の鍵をどうやって開けたんです。つぐみさんから聞いたことがありました。三浦は鍵をなくしやすいので、いつもスペアキーをどこかに隠してあると。私は金属バットで殴られ意識を失いました。そして気がつくと三浦は玄関で刺されて死んでたんです。ああ。下駄箱の上に私の使ったスペアキーと三浦の鍵が置いてありました。玄関のドア、窓、ベランダ、全ての鍵がかかってました。部屋は完全な密室でした。三浦の死体に気がついてなぜその通報しなかった。殺人を疑われると思ったからです。あなたは三浦を殺していないという。だが部屋にはいた。その通りです。では一体誰が三浦を。あなた
奴に暴力振ったでしょう。でも私は奴を殺してません。部屋は本当に完全な密室でした。一の悲劇、三浦殺しの犯人は山倉四郎で決まりでしょう。しげる君の誘拐殺人も自作自演の線が強くなりました。そうかな。凛太郎、お前どう思う？僕は山倉さんは嘘をついていないと思います。論理的帰結が破綻していることによって。何ですかその論理的なんとかってのは。論理的に破綻があって不合理なんです。山倉さんの言い分によりますと、三浦の部屋は完全な密室でございました。あなたは三浦を殺していないという。だが部屋にはいた。玄関のドア、窓、ベランダ、全ての鍵がかかってました。部屋は完全な密室でした。その密室にいたのは自分と三浦の2人だけ。他には誰もいなかった。なのに犯人は他の人だ。こんなめちゃくちゃなことありますか？でも私は奴を殺してません。部屋は本当に完全な密室でした。坊ちゃんがおっしゃりたいのは、明らかに話が矛盾しているということでございます。それを論理的帰結の破綻、こういうふうに言っておられるのです。不条理なるがゆえに我信ずか。では真犯人は密室現場からどうやって脱出を。どうやってよりもなぜの方が気になるんですね。なるほど。三浦が殺害されたことは山倉さんが三浦の部屋に行ったことが引き金になったと見ることができるだろう。三浦の共犯者が山倉さんを尾行したとも考えられるし。なるほど。三浦の共犯者、金に困って富澤夫妻に恨みを持つ人物を徹底的に洗うか。なるほど。僕には動機が金銭ではなかったように思えるんです。それよりもむしろ何か他の動機を隠すために身代金を要求した。そしてその強い動機があったのは三浦ではなく共犯者の方。三浦は僕と同じように利用されただけではないでしょうか。なるほど。ご子息の推理は結構ですがね、三浦の完璧なアリバイが崩れないことには話になりませんよ。歯がゆいものでございます。あいにく坊ちゃんの取材中は不審な要素はございませんでしたから。奴のアリバイについて大体の推察はできています。お父さん、この件について僕なりに少し調べてみてもよろしいですか？うん、お前に任せる。坊ちゃん、全ての謎を解いてください。坊ちゃんの名にかけて。金田一耕助様のお孫さんのお言葉を拝借いたしました。一の悲劇、奥さん同士が友達だったのか。美智子さん、昔私が入院していた病院の看護師さんで、今年偶然ご近所に引っ越してきたんです。しげるしげる、これ忘れてる。もう、じゃ行ってらっしゃい。行ってきます。事件の朝午前8時前に茂君はそこを出て、いつものように山倉家へと向かった。そして
高志君が欠席すると知り、一人で学校へ向かった。ちょっと待って、警察に自首して本当のこと話して。知ってるんだから、あなたが知り合いに頼んで茂を殺させたって。茂を見殺しにしたのにまた逃げる気？本当はあなたも三浦のこと快く思ってなかったんじゃないですか？私たちが高志を育てることになった時、山倉と揉めたこともありましたけど、もう4年も前のことです。あなたのせいよ、あなたのせいで茂を。ごめんなさい、美智子さん。あなたが茂を殺したの。美智子さんとはすごく気があって、何でも話せていいママ友でした。録音されたテープなんかありますかね？知らせたら子供は殺す。止めて、もう一度同じところ。知らせたら子供は殺す。身代金の受け方。太郎君、勘弁してくれよ。もう三浦が脅迫電話をかけていたって？はい、僕の推察は正しいと確信しました。いやだって、奴はあんたの家からあんたの目の前でどうやって電話かけんだよ。それより山倉さんにまず会わせていただけますか？奴がどうやって僕の家から山倉家に電話をかけたのか再現してみせますから。三浦には共犯者がいたと考えられます。茂君の誘拐監禁殺害の実行犯はその人物と思われます。でもなぜ三浦が茂君を？自分の身をさらすことに慎重だった真犯人は仲間が必要でした。そこで山倉さんの家庭事情を入念にリサーチし、三浦が使える人物だと踏んだんですよ。誰かね、君は？ノリズキ凛太郎君、本業は推理作家です。どうも。面白半分で小説に書かれちゃ困るんだよ、一推理作家。ではこれからお話しすることは一推理作家の推察にすぎませんが、どうされますか？もったいぶらないでくれ。ではよろしいですね。まずは脅迫電話について、こちらの電話番号を教えていただけますか？電話に出ていただけますか？スピーカーフォンでお願いします。もしもし。山倉か。子供を返してほしければ5000万用意しろ。警察には知らせていないだろうな。知らせたら子供は殺す。身代金の受け渡し方法は後で連絡する。どうして？今時ネットとスマホを使えばこの程度のことは誰でもできます。三浦は僕の目の前でスマートフォンを操作し電話をかけたんです。原谷さん、コーヒーおかわり。はーい、少々お待ちください。うわ、やっぱ絵になるな。撮らせてもらっていいですか？警察には知らせていないだろうな。はい。知らせたら子供は殺す。犯行当日の電話の声の録音を聞かせてもらいました。犯人は途中あなたの返事を待たなかった。それでこれは録音されたものだとすぐに気づきました。しかし妻が最初に電話で聞いたという茂君の声は？はい、茂君らしき声の主は和美さんにママ助けてと言いました。もしこれが本当に茂君なら美智子さんの声ではないと分かるはず。おそらくこれは推察ですが、三浦が誰か偽の少年の声を録音し
再生したんではないでしょうか。なおこれらの携帯電話はすでに処分されているとは思いますが、奴はこうやって僕の家から山倉さんの家に脅迫電話をかけることができました。だがこの電話を三浦がかけたという証拠にはならんぞ。ではかけた携帯電話を探してみては。それは僕の仕事ではありませんので。では次に犯行当日の実行犯の動きです。奴は茂君を7日の朝に誘拐し、どこかに監禁した。そして午後7時から8時の間に殺害した。ここで疑問に感じませんか。茂君を夜まで生かしておいたのになぜ私との身代金の受け渡しまで待たずに殺してしまったのか。そうなんです。もし茂君を誘拐後すぐに殺害すれば、初めから茂君を狙った誘拐であるということを悟られてしまいます。ですが午後8時以降に殺害しても、共犯者である三浦のアリバイを確保する時間は足りなかった。ということは。そうなんです。よって冷酷にも殺害時刻は7時に決められていた。犯人が遺体の場所を教えたのも、発見が遅れれば正確な死亡時刻の鑑定が難しくなり、三浦が僕という完璧なアリバイ証人を作り上げたことが無意味になる恐れがあったからです。午後8時までの脅迫電話2回とも三浦は僕の家からかけていた。午後8時20分ごろ、三浦は僕の家を出て車で茂君の監禁場所へと向かった。そして息を引き取って間もない茂君の遺体を受け取り、トランクに積んだ。それから身代金を運ぶ山倉さんを誘導し、冷静さを欠くようにコントロールしました。あなたが警察を振り切って単独行動に走ったのはそのせいです。やがて一人で神社に来たあなたが気絶している間に河川敷に茂君の遺体を捨てた。その後茂君の居場所を電話で告げたところで三浦の役目は終わった。ちなみに三浦は先回りして山倉さんが転げ落ちるように石段に何か細工をしました。おそらくこれは時間稼ぎのためか、あるいはあなたが事故で本当に死んでもいいと思ったんでしょうね。僕の推察は以上です。美智子さん、ここまでの放送は、今を生きる楽しさをジャパネットとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。山倉さん、山倉さん、たかし君は、しげる君のママ、こんにちは。たかし君、一緒にしげるのところへ行こう。え、待って、山倉呼んで。話して、話しなさいよ。ママ、ママ、美智子さん、山倉さん、やっぱりあなたが三浦を操って、そんなわけねえか。門脇さん、どうして興信所を使って三浦を。奴に隆の実の父親だと名乗り出るような真似はさせたくなかったからですよ。もしもし。私の方、どうして茂を殺したの。山倉さんはちゃんと茂を助けろと。黙ってて。本当は茂が邪魔で気
消えてほしいって思ってたんでしょ。違う。しげるのこと死ねばいいと思ってたんでしょ。違う。しげるよりどうしてこの子の方が大事なの。血のつながらない赤の他人の子でしょ。だけどあの子はそうじゃない。そうじゃない。うるさい、黙って。しげる、あなたにそっくりであんなに可愛かったじゃない。なのにどうして殺せたの。だから殺したんだ。あなたがしげるを殺した。違う、犯人にはめられたんだ。あなたがあの子を殺した。私もこの子殺して死んで。しげるは僕の子だ。しげるを見殺しにしたのは僕だ。父親なのにあいつを助けてやれなかった。恨むなら僕を恨め。
ばったり会って驚いちゃった。覚えてる？昔病院でお世話になった富澤美智子さん、すぐご近所に引っ越してきたんですって。お久しぶりです。覚えてらっしゃいます？あ、しげるしげる、ご挨拶して。富澤しげるです、よろしくお願いします。しげるくん、たかしと同じクラスなんですって。趣味だから、すごい。こんないい奥さんで羨ましいな、山倉さん。ねえ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー岩田隆史くん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。聞こえなかった？ありがとう。しげるはね、あなたの子なの。でしょ、あんなにそっくりなんだもん。この8年間
一度伺います。門脇さん、あなたが三浦を殺害したんですね。だからそう言ってる。シロ君を更新所に調べさせた。富澤美智子との不貞に気づいたんだよ。茂という子がシロ君の子供であるということにもね。だからその子を三浦に誘拐させた。うちの会社の後継者には高志がいるということ、私のために。どうやって三浦を計画に加えたんです？もういずれ高志を返してやると言ったらすぐに飛びついた。三浦は金で雇った仲間に誘拐と殺害を実行させた。けど私は知りすぎたあいつが邪魔になったんだよ。今になってなぜ自首を？和美と高志、そして会社を守るためだ。逃げ回るのは私らしくない。全ては会社と娘を守るため。門脇の犯行動機にも納得ができる。門脇さんは追い詰めても最後まで白を切り通すタイプの人間です。潔く自白するとは思えませんね。確かに曖昧な供述も多い。三浦の殺害についてもあの密室をどうやって作ったのか黙秘を続けている。僕もそのことについてずっと考えているんですが、どうやって密室が作られたかよりもなぜ密室が作られたかの方が大事な気がするんです。誰かが僕を騙そうとした、その心を読み解くことが必要です。読み解く？はい。気絶した山倉さんがいたにもかかわらず犯人は警察に通報しませんでした。つまりあの密室は犯人の意図によってなされたものではない。犯人の意図ではない、山倉史郎でもないとするならば、あの密室は三浦自身が作った。はい。奴が密室を作り、そして自分で鍵をかけたとしか考えられません。三浦はこうやって玄関ドアにもたれ、そしてタバコを吸おうとしていた。奴には施錠できるわずかな余力が残っており、死ぬ直前自分で鍵をかけることが可能だった。ガチャ。不可解なのは自分を刺した犯人が逃げた後に鍵をかけた。おそらく三浦が犯人をかばおうとしてできたものではない。これは門脇氏から押収したものですよ。更新状は取ったものでしょう。事件当日の山倉和美さんの様子を覚えてますか？彼女だったら気丈に富澤美智子を励ましてましたよ。我々のことも気遣ってくれて夜食に行っておにぎりを握ってくれました。なんとかっていう高級な湧き水使ってお茶入れてくれて、あれ美味しかったな。湧き水？わざわざガレージまで取りに行ってくれて。金持ちは違いますな。ガレージ、それ何時頃ですか？あれ19時ぐらいだったな。確か。でも彼女も内心怖かったんでしょうね。おにぎり持つ手が震えてましたよ。震えていた？どんなふうに？だからガタガタと。もしかして君、山倉和美が隠し子のことを知ってて茂君を殺したと？残念ながら僕の推察は正しかったかもしれません。お父さん、ちょっとお借りします。ちょっと凛太郎君、ちょっと待って。だってずっと一緒にいたんだからって。どうも。あの、面会謝絶です。大丈夫です。どうですか？今日は和美さんはしばらく一人になりたいと。社長が自首したそうですね。私は和美に合わせる顔がない。どうして高志君を引き取ったんですか？
社長がそうしろと。やはりそうでしたか。山倉さん、真犯人は門脇さんではありません。三浦が最近接触していたこの人物、門脇さんが自首したのはこの人物のことを知っていたから、そして守りたかったからです。あなた誰をかばっているんですか。教えてください。そして今回のこの悲劇の真相を教えていただけませんか。そこにストラップらしきものが。それは高志くんが和美さんのために作った二つとないもの。彼女の居場所教えていただけますか。事件の始まりは一つの悲劇からだった。僕は今あの人に尋ねようとしている。事件の裏側に隠されたすべての真実を。山倉和美さん。のりつきさん。しげる君を誘拐し殺害した真犯人はあなたですね。高志君が教えてくれました。あなたのために作ったこのストラップで。7日金曜日午前8時、あなたは高志君に学校を休ませた。高志君と間違えられて代わりに茂君が誘拐されるという筋書きのために。今日熱があってお休みするんで一人でいてくれる？はい。あなたは僕の家からかけた三浦からの電話に出た。ただしそれは通話記録を調べられた時のため。あなたが聞いたと証言した茂君の声も本当はありませんでしたね。犯人からの電話を待っていた午後7時、あなたは水を取りに行くと言って席を外しました。
そしてガレージに監禁していた茂くんを殺害した。次の疑問は、どうやって多摩川まで殺害した茂くんの遺体を運んだのか。それには仲間が必要でした。はい。お姉さん。隠し子。山倉はずっと私を裏切ってた。この子を見るたびに胸が張り裂けそうになるの。高志だってそう。よそに子供を作ったあの人より血のつながった父親のあなたと暮らした方が絶対いいんじゃないかしら。任せてください。僕が完璧なシナリオを書いてみせます。三浦は門脇さんと山倉さんのことを恨んでいた。だからこの計画にすぐ乗ったんでしょう。事件当夜、もしもし、僕の取材を終えた三浦は身代金の受け渡し場所へと急ぐ山倉さんをコントロールした。あなた方に必要だったのは身代金の5000万円ではなく、遺体を移動させるための時間だった。だから山倉さんへの警察の尾行は絶対にまかなければならなかった。警察の動きは筒抜けでした。あなたは同じ場所にいて事の成り行きを見守っていたんですからね。次にあなたが三浦を殺害した日のことを推察します。山倉さんの頼みで三浦を誘い出したあなたは、山倉さんが奴の部屋に忍び込んだことを三浦に教えましたね。邪魔になった三浦を殺害した。あなたが素直に事情聴取に応じたのは、山倉さんが絶対にあなたのことをかばうと確信があったからです。あの部屋は密室だったのでしょう。私は鍵を持っていなかったわ。実はあの部屋は三浦が犯人をかばおうとしてできたものでした。三浦は部屋に鍵をかけることで自分の書いたシナリオを守りたかったんです。あなたたちがお互いのアリバイを成立させて行った茂くん誘拐殺人のね。自分がまさかあなたに刺されるとは。三浦には大きな誤算だったでしょうが、そして三浦のシナリオを演じていたあなたにも人間の心が顔を覗かせました。事件当夜、夜食を振る舞うあなたの手は大きく震えていましたね。茂くんを殺したばかりのあなたは動揺を隠せなかった。
それは三浦のシナリオには書かれていなかったことです。僕の推察は以上です。美智子さんと再会できて嬉しかった。でもね、驚いたのは、茂って子、私だってバカじゃないの。気づかなかったと思ったのかしら。あの子、山倉にそっくりだった。仕草も声も、眠ってる時の顔も、何もかも。なんか、たかし君より茂の方が山倉さんに似てる気がする。うちの人に？あ、やだ和美さん、冗談よ。全然冗談だから。あ、焦げちゃった。愚かよね。私が何も知らないと思って、あの子の誕生日も勝ち誇った顔で教えてくれて。やっぱりあの女が山倉と関係していたのは私が辛かった時期だった。あの二人は不潔で最低な人でなしよ。あの女得意げにこうも言ったわ。しげるに兄弟を作ってあげたいって。私が流産した時の後遺症でもう子供が産めないことを知ってるのに、自分は他人の夫と浮気で作った子だけじゃ満足できないの。バレなければ何をしたって平気なの。一体どういう神経してるのかしら。あんな人地獄に落ちて当然だわ。幸せだった。でもそれは山倉とあの女の裏切りを知った途端偽物になった。人生にこれ以上の不幸を経ってある。子供が欲しいって言った山倉のために5年間も不妊治療して、心も体もボロボロになってやっと赤ちゃんを授かった。なのにその子はあの女に殺されて、山倉とあの女の赤ちゃんは大きくなって走り回って笑ってた。ゾッとするほど山倉似の顔でね。山倉は私にはつぐみの子がいるからいいだろうってそう思ってたのよ。過去のことは関係ないって忘れてたのよ。こんなの理不尽よ。どうして私が一生あの子に苦しめられなきゃいけないの。惨めだった。あの子を見るたびに吐き気がした。でもね、楽になれる方法を思いついたの。あの子には私から一番遠いところへ行ってもらおうって。だって本当は生まれちゃいけなかった子だもの。だから私が天国の神様のもとへ送ってあげたの。私の赤ちゃんと同じように。じゃあ、たかし君はどうするんです。彼にはあなたが必要です。私、あの子の本当の母親じゃない。そうでしょうか。あのストラップについて語った時のあなたの顔、あれも芝居だったのなら僕の目は節穴も同然です。あなたにはたかし君の母親として生きていてほしい。いや、生き続けるべきです。人殺しの母親でも。僕はそう思います。あなたの目は本当に節穴ね。こんな母親
早く忘れさせて。かずみさん！ございますか、山倉さんと高志くん、お二人で九州のご実家へ。慣れないうちは大変かもしれませんが、山倉さんも父親として覚悟してるでしょう。これからのこともきっと大丈夫でございます。人間思うよりずうずうしくてたくましいもの。きっとお二人でお力を合わせれば、旦那様と凛太郎坊ちゃまのようにちゃんとおやりになれますよ。あいつどうしてます？ここ数日顔を見てませんが。今回の事件をもとに小説を書いてくれと出版社から依頼されましたの。でもあのようなご結末の小説を書いていいものかどうかご葛藤されて、たまに外に出かけられても上の空、ご入浴中に溺れそうになられたり、クイーンにブツブツと話しかけられたり。でも私といたしましては、ご結末がどうあれ坊ちゃんは大健闘でございます。あの天才金田一耕助様もご自分のミスにしまったと後悔されたりもするんです。坊ちゃまもこれに懲りずにどんどん外に出かかれた方がよろしいかと。私もできましたら旦那様と出かけたいと思っておるんですけども、歌舞伎座とか国技館とか、パンパンパン、すべて独り言でございます。執筆中。クイーン、邪魔しちゃダメですよ。ね。はい、今日はすき焼きですからね。